歩くエド、そろそろいいんじゃないか。そうね、そろそろいいと思う。さっきからおかしいぞ、アルクエド。昨日乗らないことでもあったのか？そういうわけじゃないけど、シキが話してくれた黒い使者のことがちょっと引っかかって。あ、そういえばね、シキ。私、昨日ここでナンパされたのよ。はい？ごめん、ちょっと意味がわからない。だから、昨日ここで式を待っている間、男の人に声をかけられたって言ってるの。いや、何が起きたのかはわかるんだが、お前、黒い死者について考え事してるんじゃなかったのか？してたわよ、だから思い出したの。シキが襲われたみたいに、私も男の人に声をかけられたなって。なるほど、そりゃよかった。確かに外見だけならお前は美人だからな。真っ当な感性と狂坦に値する胆力を持つ男なら声の一つぐらいかけるさ。やっぱり？私も最初は敵かなって思ったんだけど、シキが言ってたじゃない、私はいるだけで目立つって。だからしばらく出方を伺ってたら、ただの人間だって分かったわ。まさに間一髪ね、あの人。ほら、昨夜の私、誰かさんのおかげでちょっとイライラしてたから。ちょっと待って、まさかとは思うけど、ナンパしに来た男を、そのだな。ううん、何もしなかったよ。ちょっとだけ話して私のことを忘れてもらっただけだから。その四季の言葉を思い出さなかったらどうにかしてたかもしれないけど。そうか、偉いぞアルクエド。お前にも分別ってものがあったんだ。当然でしょ、私を怒らせるなんて四季ぐらいのものだもの。他の誰にも私を殺したり助けたりしてくれる人はいないんだから。そりゃまあ誰だって殺されれば頭にくる。あ、ねえ、ほら。なんだよ、何かあった？うん、ほら、あの時計。これでちょうど時間になったね。一つ聞くけど。ん？何？
その、お前ってさ。うん、私が何？本当に吸血鬼なのかなって。吸血鬼なのかって、シキ、今更何を言ってるの？今更じゃない。今になって、そう思っただけだ。木って頭が柔らかいんだか硬いんだか。私は気にしないけど、それってひどい侮辱よ。何を根拠にそんなことを言うのか聞かせて。だって、お前は血を見るのも嫌なんだろ。そんな吸血鬼がいるもんか。自分で半人前だと言ってたけど、血を吸ったことのない吸血鬼なんて半人前以下だと思う。そう。なら、シキ、ベンチから立ってこっちに来て。私も本当はそう思ってたんだ。果たしてアルクエイド・ブリュンスタッドは本当に吸血鬼なのでしょうかって。だよな、アルクエイドはどう見ても吸血鬼らしくない。じゃ、試してみよっか。ああ、そうだな。なんならため。え？私が本当に血を吸えるのかどうか、試そっか。もしできたら、何かご褒美くれる？シキ。な。私のことを半人前だって言ったけど、本当はね、血を吸うのなんて簡単だよ。
あれ、悪ふざけが過ぎた。からかって悪かった。から、離れてくれないか。しっき。バチカでちょっかい出したけど反撃されなくて助かった。ノエル先生。はい、こんばんは。でもごめんなさい、ゆっくり話している暇はないの。私
はいダメよ、四季くん。あれを追い返したら次は君なんだから。悪いけどそこでおとなしくしていてね。師匠譲りの奇跡国権聖堂よ。あ、くれぐれも壁には触れないようにね。触ったら塩の柱になっちゃうから。まあ君の手が塩化しようが私にはどうでもいいんだけど。それより今問題なのは、問題は不意打ち食らっても無傷の怪物よね。程度の鉄鋼作用じゃ通らないってわけ。在庫者死ぬ気で意見に行くと思うだ。怪物相手に体を張るのがてめえらの仕事だろうが。もう後で絶対鈴木卿にお目通りさせてくださいね。知らねえとかふざけたとかは抜かせない。勤勉なのが日本人の美徳だろうが。ひでえもんだ。そこいらのグールと大差ねえじゃねえか。それでも最後の真相かよ、姫様。ラウレンティスのジジイが見たらさぞ失望するだろうぜ。なんですって。お初にお目にかかる。東方慰問司祭代行マリオ・ジャロ・ベスティーノだ。役職の高さには突っ込まないでくれ。言いたくねえが、ジジイの何人目かの便宜上の養子ってやつでね。さあ
この国の代行者の司令塔。ああ、赴任したばかりだがな。親の七光だろうと役職は役職だ。俺の島で勝手はさせねえ。特に神祖が間落ちする不始末なんざ、クソを食うよりごめんでね。ようやく自覚したか。このガキの血を吸って殺そうとしたんだよ、あんたは。神祖だなんだと選ぶっておいても所詮は吸血種だな。同族である吸血鬼を滅ぼして回ろうが、同じ怪物であることに変わりはねえってわけだ。違う、私は四季を殺そうだなんて思ってない。何かまととぶってやがる。殺意の話じゃねえだろ。生態として当然の話だろ。いるだけで迷惑な生き物だって自覚はどこに行った。このガキがあんたの本性を見てどんな声を上げたのか理解できなかったわけじゃねえよな。本気で我が目を疑うぜ。痛いところを突かれれば逆切れかよ。ジジイ曰く冷徹な兵器だって話だったが、まるっきり不出来な人間じゃねえか。まあいい、その目、その狂眼をあんたはそこのガキに向けたんだよ。ぜいぜいとみっともなく男にこびる娼婦みたいにな。その時の感想を本人に聞いてやろうか。出番だぜ、遠野。感想を聞かせてやれ。僕、危うく一口で食べられるところでした。ちびりそうなぐらい怖かったですってな。司祭代行の言う通りです。下がりなさい吸血鬼。あなたのような怪物が人間と共にいるなんて許されるとでも思っていたのですか。力に任せて人間を従わせる。吸血鬼らしい下びた考えだけど、そうはさせないわ。私たちに感謝しなさい、四季君。危うく吸血鬼にされるところだったんだから。違う。なんだよあんたら、いきなり出てきて全部わかってるようなことを言って。アルクエイドは血を吸ったことなんて一度もない。さっきのはただの冗談だ。何を言っているんです。一度も血を吸ったことがないですって。そんなザレ言を信じろとでも。確かにそこの神祖は優秀よ。ここ800年ほど犠牲者を出した記録もないけど、そんなのは。うるさい。そんな話なんてどうでもいい。いいか、アルクエイドの邪魔をするならあんたらが何であろうと許さない。大体俺が、俺本人が好きでアルクエイドと一緒にいるんだ。ガイアにとやかく言われる筋合いはない。は？許さない。おい、豚ノエル。はぁ、あ、豚、豚って言いました。どこが、どうして。っていうか、あなた口悪すぎ。お偉いさんのボンボンだからってあんまり調子に乗る。ジジャリャー。あ、うちの脳筋がちゃちゃ入れてマジすまん。チキンのくせに沸点低いんだこいつ。後で焼き入れとくから多めに見てやってくれ。だがまあ
バカはバカなりにいい言葉を引き出した。一度も血を吸っていないとは泣かせるじゃねえか、トーノ。なあ、そうだろ、アルクエイド・ブリュンスタッド。アルクエイド、あと訂正な。このガキにかけた結界は捕まえるためじゃねえ。今ここにいるおっかねえモンスターから守るために仕方なくロハでかけてやったもんだ。この意味口にしなくてもわかるよな。てめえも短絡思考だな。追いかける前に礼の一つも言っとくもんだぜ、クソガキ。お前、礼なんて言うか。お前さえ、お前たちさえ来なければアルクエイドは何もなかったんだから。あ、本気で言ってんのか、それともやけか。どっちにしろそこの噴水に頭突っ込んでこい。しらけきった嘘なんてつきやがって。それであの女が救えるのかよ、てめえ。そうだな、悔しいけどその通りだ。助かった、アルクエイドを助けてくれて礼を言う。いいぜ、気が変わった。ちょっと話聞いてけ、トーノ。いや違うな、俺が話を聞きたいのか。まあいい、どっちも同じだ。ほらこっち来な。あの、代行、私もですか？っていうか、座って休んでいいですか？死ね、ブータ。てめえ、俺の後ろで SP だろうが。ベンチに座んのは俺だけだ。トーノはそこまで気を許しちゃいねえからな。どうせそこで立ちんぼうだろ？じゃあまあ、こっちから確認だな。俺たちのことはどこまで聞いている？吸血鬼退治の専門家だろ。アルクエイドは聖堂教会の代行者だと言っていた。そうか、それだけ知ってりゃ十分だ。説明が省ける。俺は親父の代わりに派遣された新人でな。実のところこの国の事情はまだ半分ってところだ。そこの三下は俺より早く調査していたがな。ただし独断。俺じゃなかったら師匠だけでなくてめえも更迭されてたからな、ブータ。感謝しろよ。はーい、感謝しています。お坊ちゃん大好きでーす。俺たちの仕事は吸血鬼掃除だ。ただし標的は真相アルクエイドじゃねえ。厄介な競争相手だが、
あれと正面からやり合うほど万有じゃねえからな。で、姫様が追っている吸血鬼が何者なのか、何か聞いてるか。ロアって名前ぐらいは。上司タイプの吸血鬼で、もう何年も前からこの町に潜んでいるんだろう。それだけしか姫様は口にしなかったわけか。こりゃ二重の意味で外れだな。遠野も知らないし、真相も知らない。それであの瞑想っぷりかよ。ったく、真相に何があったんだ。精度が低いにも程がある。隕石でも落ちてきたか。いや、それはきっと俺が。まあいい。もう一体大物が来てたって報告もあるしな。眉唾だったんで後回しにしてたが、調査対象に挙げておくか。よし、確認はこれで済みだ。ここからは本題。てめえを呼び止めた理由、てめえが殺したがってる敵の話をしてやるよ。司祭代行、それは。俺は助かるけど、いいのか、そんな話をして。よくはねえ、機密事項だ。だがまあ、遠野は当事者だし、異教徒はともかく、無神論者は厚く遇するのが心情でね。いずれ大事な資金源になる。その発言は協議に戻ります。警告、警告。黙ってろ、肝心な部分はモザイク入れるよ。んじゃあまあ、姫君の稀なる協力者にレクチャーと行きますか。なあ遠野、敵は古いタイプの吸血鬼だと言ったな。ってことは、奴らが不完全な不老不死だってことも聞いているな。聞いている。死とは人間の血を吸わなくちゃ体が保てないけど、逆に人間の血を吸っている分にはずっと老いずに生きていられる。そうだけどさ、それって結局不老不死とは言えねえよな。不老不死ってのは完全のイメージだろ。人間程度の血がなくちゃ生きていけない。血を飲まないと体が崩れていく生き物なんざ完全には程遠い。むしろ人間以下だろ。それは。うん、確かに。どんな外的要因であれ死んでしまうのなら、それは不老不死とは呼べないよな。なんだ遠野、話が早いな。隣座るか。有能な奴は好きだぞ俺。結構だよ。けど、それがどうしたんだよ。欠点はあれ、吸血鬼は限りなく、人間の血がある限り、不老不死なのは変わらない。こんな不老不死の定義が、アルクエイドの敵についての話なのか。ああ、ちょいと遠回りだがな、もうちょっと我慢しろ。とにかく、使徒と区別される吸血鬼の不老不死は不安定なものなんだよ。奴らの場合、単純に寿命が人間の数倍になったということだけだからな。単純にって、あいつら寿命だけじゃなくて力とかも人間離れしてるだろ。ああ、そこだ。使徒の固有能力は、奴らが人間だった頃に手に入れたものをそのまま何百年と成長させたスキルに過ぎない。奴らは自身が学んだものを吸血鬼になっても学び続け、結果としてそれが原理になっただけだ。原理？その使徒の命題、生きる目的、死ねない呪い、真の不老不死に至る唯一の道、これを原理結界、イデアブラッドと奴らは呼んでいる。ま、一生かけても終わらない夏休みの宿題とでも思っとけ。この原理のため、使徒たちはそれぞれ全く別の目的で活動する。学んでいたものが一人一人違うからな。
でだ、そんな人たちの中に真剣に不老不死を学んでいやがるクソ野郎がいやがった。不老不死になったのに不老不死を研究していたっていうことか。ああ、人たちは吸血鬼になった時点でそれが人の身での不老不死の頂点だと自覚する。だがな、そいつはむしろ対価だと感じたらしい。こんな不完全なものはいらない、自分はもっと完全な不老不死を作り上げる。だが形がある以上滅びは必然だ。時間の圧迫、細胞の摩耗、魂の型落ちはいかなる存在にも例外はない。生命は生まれ出た時点で死を内包している。自分がここにある以上、たとえ年を取らない肉体を持ってしまっても存在の死から逃れることはできない。死から逃れるということは死ぬということだ。この絶対の矛盾はどうしても解決できない問題だ。そうだな、死は誰にだってある。ない奴がいるとしたらそれは。ああ、存在の死からは逃れられない。そこでな、そいつは寿命を延ばす方法ではなく、死んだ後も自己が存在し続ける方法に目をつけた。それこそが不老不死だと開眼しやがったのさ。うちの競技にはねえが、輪廻転生ってやつだな。今の自分が死んでも自分を保存できたままで新しい人間としてやり直すことができれば、それは死を先駆けている。ま、最も消滅していない時点で死とは言えない。死の先を行くというのは言い過ぎか。輪廻転生って、つまり今の体が終わったらまた胎児からやり直す。そうだ。そいつは存命している間、次の自分の肉体をあらかじめ決めておき、その赤子が誕生した時点で自分の全情報を移植する。そいつの情報はその赤子が成人ないし自己としての知性を持つまで影を潜める。そして自分を引き継ぐにふさわしい知性が育まれた段階で、その赤子はそいつになっちまうのさ。ちょっと待ってくれ、それって何か。まさか赤ちゃんが母親の中にいる時に手術をするのか。いや、医学的な手段じゃない。そいつは今の肉体が滅ぼされた瞬間にあらかじめ決めておいた体に転生する。要は複写だな。さっきは全情報と言ったが、要するに電波みたいなもんだ。この場合電波を発信するのも受信するのも人間の脳になる。そいつの優れたところはな、魂なんていう計測不能にして肉体という器がなければ無産してしまうものを伝達可能なものとして加工したことだろうよ。マリオ、つまりそいつか。ああ、そういうことだ。俺たち聖堂教会と神祖の姫様が追っている吸血鬼、かつての名をミハイル・ロア・バルダムよ。今はアカシャの蛇とも転生無限者とも言われる使徒だ。蛇は無限や循環のシンボルだからな。脱皮して新しい体になるってのはこいつにはぴったりの俗称だ。しかしここからが問題でね。姫様はもともと吸血鬼を殺すための装置だったんだが、ロアが現れてからは奴だけを執拗に追いかけるようになっちまった。ロアが今まで転生した回数は16回、そのことごとくを
真祖は消滅させている。ことごとく消滅させてるって。でもそいつは死んでもまた生まれてくるんだろう。なら倒す意味はないんじゃないのか。そうだ、ロアは真祖に殺され、その度に転生し、また真祖に殺される。そんな繰り返しをもうずっと続けてきた。その年数実に800年。あの姫様に相手の肉体ではなくその意味を消滅させられるような力があれば、あんなクソ野郎をのさばらせることもなかったんだがな。話はこれで終わりか。なら待てよ、遠野、ここまでのはサービスだ。いい知らせと悪い知らせ、どっちから聞くってやつだ。もちろんここまでのはお前にとっていいニュース、ためになっただろ。ああ、ロアってやつの情報は感謝してるけど、あとちょっとだ。観念して聞いていけ。ロアの厄介なところは、その発見が極めて困難なことだ。何しろ劣気とした人間の子供として生まれ、人間の両親がいるんだからな。ロアが吸血鬼として肉体と意識を変貌させるのは、ロアが満足に活動できる年になってからだ。そのためその人間は吸血鬼としての片鱗を全く見せない。そのくせロアとして目覚めれば、今まで培った人間関係を利用して完全に社会に溶け込みやがる。教会が異変に気がついた時はすでに手遅れ、一つの町がそのまま使徒になった後なんだとさ。どうした遠野、顔青いぞ。いや、おかしいだろそれ。よくわからないけど、その話はおかしい。生まれた時は人間なんだろ。ならいくら前世の人格とやらが目覚めても、体は人間のままなんじゃないか。残念ながらノア、転生するのは人格ではなく魂だからな。一度真祖に血を吸われた人間は、その肉体のみならず魂まで汚染される。ロアは魂という情報全てを次の自分に引き継がせる。たとえ人間であろうと、ロアが目覚めた時点で肉体も吸血鬼に変貌する。だがなんだよ。遠野の言う通り、それではちょいとばかり弱い。転生先の肉体が平凡なものなら、その代のロアは無能な吸血鬼になっちまうからな。だからロアは生きているうちに転生先を決定しておく。転生先に選ばれる条件は2つ。1つは富豪であること。社会的地位も高く、財産も豊かな家の子供として生まれれば、町全てを吸血鬼化させるのに便利だからな。そしてもう1つ、これが肝なんだが、人間の中にも特別な力を持つ輩がいる。魔術のような学んで習得する神秘ではなく、生まれついてその肉体が持ってしまう得意能力、一般に超能力者、鬼ごと差別されるもの。得意能力ってのは肉体的なものだからな。家系、血筋で遺伝する。ロアは自分の新しい肉体にそういった人間ではないものの家系を選ぶって話だ。富と名声があり、その裏で人間以上の力を持つ家系、それが転生先に選ばれる条件ってわけなんだが、理解してくれたか、遠野四季君。何言ってるんだ、俺かアキハ、どちらかが吸血鬼だっていうのか。いえ、今回の転生先は男子です。それは証言が取れています。今代のロアは遠野家の長男に間違いはありません。
そりゃあロアの意識が出るまでそいつは人間だからだよ。だがまあどうにも風向きが違うな。そこの三下の報告は間違いだ。お前はロアの転生先じゃない。赤社の蛇は別の人間だ。はい。はあ、私たちの報告書ちゃんと読んでるのか。この砂利ガキ、調査に何日かけたと思ってるのよ。もう 100% 間違いなく党の指揮がロアンなのに。 100% だなら前提が間違えてんだよ、このお伏せ泥棒が。俺は悪名高き人間使い、ラウレンティス機教の秘蔵っ子だぞ。人を見る目だけはてめえにもてめえの師匠にも負けてねえ。何のために事情聴取したと思ってんだ。10分も話せば人となりもその心理も読み取れる。こいつはまあ真っ当にイカれてるが同じくらい真っ当な人間だ。吸血鬼の魂がプリントされた人間にこんな情けねえ反応はできねえよ。つまりどういう。俺たちにてめえをどうにかする権利はねえってことだ。けどま、全くの無駄話でもない。ロアはお前の関係者であることは動かねえしな。ああ、どうした、さっさと行け。人の恋路の邪魔をして悪かったな。あの吸血鬼を追うんだろう。今のシンスは血に飢えた破壊衝動の塊だが、理性ぐらいは残っている。自殺なんざおすすめできねえが、ま、止めるのも野暮だしな。重ねて本気ですか、死体代行。みすみす吸血鬼の餌食を増やすなんて。仮に彼がロアではないのなら、それこそ保護すべきでしょう。あなたもあなたよ。さっき噛まれかけたくせに、まだあの怪物の本性がわからないの。そっちこそいい加減にしてくれ。さっきのはただの冗談だったんだ。あいつは血を吸わない、いい吸血鬼なんだから。人を殺していないから善人ですって。笑わせないで。吸血鬼は人間にとって何であれ悪なのよ。いいえ、人間でありたいと思うならあの枠組み自体を悪と区別しなくちゃいけない。それができない人間、人としての権利はないわ。人でないのなら私の排除対象です。よく考えて答えなさい。あなたはこれからどこに向かうの。